生卵は流行りの。お集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございます。ただいまから21日に始まりました島根県知事選挙に、みんなで作る島根の会派から立候補いたしました山崎康子候補の街頭演説会を始めさせていただきます。お買い物途中の皆さん、しばらくの間ご協力をいただきますようによろしくお願いを申し上げます。今回の県知事選挙では、日本共産党から山崎康子候補への推薦をいただきました。ではその日本共産党からまずご挨拶をいただきます。中林芳子元衆議院議員を紹介いたします。皆さんご苦労様です。こんにちは、中林芳子でございます。よろしくお願いいたします。私の人生設計の中でなかったあの記者発表を受けまして、実は大変な反響が寄せられました。ある同年代の方は、こんな政治でも私たち年寄りは諦めて細々と生きていかんといけんと思っていたけれども、芳子さんがもう一頑張りすると言われたから応援しなくてはと、このように言って赤旗の日刊紙をご購読してくださることになりました。それから活動からしばらく離れていた人が、私の記者発表を見てちゃんと生きなければと、その地域の後援会長を引き受けたと後からお聞きをいたしました。このようなさまざまな方々の反響があり、声をかけていただき、その後押しを私の背中を押していただいて、しっかりと受け止めながら、この2ヶ月余り鳥取島根を歩かせていただき、必ず勝利をしなければならない、この決意を固めました。どうかよろしくお願いをいたします。先般ある集いに出かけました。すると障害のある娘さんを90歳近いお母さんがお世話をされていて、今のヘルパー制度の下で時間が短縮され制限を加えられて、これから一体どのようになるのだろうかと、こういう不安を寄せられました。私はお二人の姿を見て涙が出るほど、今の安倍内閣の政治への怒りが湧いてまいりました。その上に消費税 10% など許せるはずがございません。皆さんとご一緒にこの悪政、そして消費税 10% 引き上げストップをさせようではありませんか。皆さん、農業の問題、あるいは福祉の問題も、原発の問題も、憲法の問題も、安倍内閣にもはや任せられません。今度の知事選挙と県会議員選挙で大いに私たち勝利をしようではありませんか。その力で夏の参議院選挙、必ず鳥取島根の選挙区で野党統一を勝ち取って、今の安倍政権と真正面から対決しながら、私は必ず勝利をしなければならない、このように思っております。どうか皆さん、最後までのお力添え、心からお願いを申し上げまして、私のご挨拶といたします。ありがとうございました。それでは続きまして、小村俊成島根県議会議員からお願いをいたします。皆さんこんにちは。日本共産党の島根県議会議員の小村俊成でございます。島根県知事選挙が始まりました。日本共産党は原発ゼロの島根を作る、暮らし福祉最優先の
島根の県政を作る、この決意で知事選に立候補いたしました。山崎康子さんを推薦をし、勝利のために全力を尽くす決意でございます。29日からはいよいよ県議会議員の選挙が始まります。この松江では私小村俊成、出雲では大国洋介さん、どうか再び県政県議会へと送り出してください。心からお願いをする次第でございます。皆さん、安倍政治に対して、そして国なりの冷たい島根県政に対して県民の怒りが広がっています。森友賭け疑惑に続く厚生労働省の毎月勤労統計の偽装の問題、島根の県政県議会では政務活動費に飲み食いのお金を使っていた、自宅の家賃を活動費に使っていた、こういう県議に対する怒りの声が燃え上がっています。皆さん、ご一緒に安倍政治ノーの声をこの島根から、きれいな政治をこの島根から、皆さん起こしていこうではありませんか。自民公明の島根の県政は安倍内閣言いなりの冷たい県政と言わざるを得ません。島根原発稼働推進の県政であり、消費税 10% 増税容認の県政でございます。皆さん、今度の県知事選挙、4人が立候補しています。山崎さん、原発動かさないときっぱり主張しています。他の自民系保守系の皆さん、原発問題にだんまりを決め込んでいるではありませんか。そして同時に県議会議員の状況はどうでしょうか。原発ゼロを真正面から訴える山崎さんを応援しているのは日本共産党の県議会議員だけではありませんか。皆さん、山崎さんを知事へと押し上げて、そして日本共産党の2議席の実現で安全安心原発ゼロの島根を作っていこうではありませんか。冷たい県政、原発推進の県政に対して県議会の状況がどうでしょう。国なりの冷たい島根県の予算に対して自民公明の県議は賛成をする。残念なことに立憲国民社民の県議の皆さんも賛成という状況にございます。今島根の県政はまたもや無駄遣いを行おうとしています。松江北道路の建設でございます。250億円もの莫大なお金を使って無駄な道路を作ろうという計画でございます。この250億円ものお金があるならば、高い国民健康保険料を引き下げていく、介護保険の負担を軽くしていく、子どもの医療費は中学卒業まで無料にしていくべきではないでしょうか。皆さん、ご一緒に今度の政治選で日本共産党を伸ばしていただいて、山崎康子さんを知事へと押し上げていただいて、原発ゼロの暮らし福祉最優先の島根をご一緒に作ろうではありませんか。私の決意の表明訴えとさせていただきます。ありがとうございました。それではお待たせいたしました。連日県知事候補として島根県内を駆け巡っております、山崎康子候補が皆様方にお訴えをさせていただきます。皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。
県知事選挙に立候補いたしました山崎康子です。皆さんのご支援どうかよろしくお願い申し上げます。この間西部の方、中山間地の方ずっと演説させてありがとうございます。回らせていただきました。そこでも皆さん本当に応援してくださっています。みんなで作る島根の会という会を作ってこの選挙に取り組みました。この会に参加するということで本当に草の根の皆さん、一市民、一県民としてみんなが、文字通りみんなが取り組んでいる選挙となっております。どうか皆さん最後までよろしくお願いします。そして本当に勝利したいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。福島の原発事故から8年経ちました。やっぱり私はこの時期になるとあの原発が爆発して黒い煙が上がった映像を見てテレビの前から動けなくなったあの日のことをやっぱり忘れられません。島根県であんなことがあったらと本当は思いたくないです。ないですが、この8年間各地で地震が頻発しています。去年は大田で地震がありました。グラグラっと来た時、原発は大丈夫だろうかとまず思わないと思ってしまうんです。私と同じ気持ちの方大勢いらっしゃると思います。もうこんなことは思いたくないんです。それはどうしたらいいでしょうか。私は島根原発はもう動かさない、ここを決めて、そして原発ゼロの島根を作ろう、そういうふうに方向をきっちりと変えていくことだと思うんです。皆さんと共に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。今松江市でも原発事故のための避難計画が作られています。でもあの計画通りに行くだろうか、あれは絵に描いた餅じゃないかという方もあります。私もそう思うんです。高齢の皆さんはもう私は避難しません、ご近所の足手まといになるから、こう言われる方も結構たくさんいらっしゃいます。もう生きていけないかもしれないとこんなことを言わせる政治は間違っています。もし子育て中の方、もし子どもが学校に行っているとき、子どもを保育所に預けているとき、島根原発で何かあったらどうでしょうか。そうしたらお父さんお母さんはまず何があっても子どもを迎えに行って原発よりできるだけ遠くに避難させたい、とにかく放射能が来るより先に子どもを遠くに連れて行きたい、こう思うのはこれは当たり前のことです。そうなると大きな渋滞が起こるし大混乱が起こるとまあ予想されます。こんなことは絶対起こしてはならないのです。地震や風水害、こういった自然災害は人間の手ではどうにもならないことが起こります。ですが原発事故、原子力災害というのはこれは人災です。原発を止めればやめればこれはなくすことができるんです。皆さんこれをやりましょう。将来の子どものため、孫のため、その先の未来のためというのならこの原発のことを考えないでおくわけにはいかないです。ですので私本当にこのことをやりたい。先月県民会館が満員になる講演会が行われました。小泉純一郎さんです。こう言われたんです。原発事故は国がなくなるような危険性がある、右も左もない、すべての政党が原発をやめようという時代が来る、原発に頼らず新しいエネルギーでやっていける、諦めないでやろうって言われました。私もその通りだと思います。島根には新しいエネルギーとなる資源がたくさんあります。県土の8割を覆う森林を使って
木質バイオマス発電やってみましょう。そして温泉があるんですから地熱発電もやりましょう。もう風力や太陽光発電は県下各地で行われていて結構な電力が作れているんです。皆さん、島根県はもう自然再生可能エネルギーで自立していく、県民自身も豊かになる、そういう島根を作っていこうじゃありませんか。どうか皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。そしてこの原発2号機については今年のうちに規制委員会が結論を出すと言われているんです。知事にはやらせない権限があるんです。ですので私、その時は知事として2号機の再稼働は認められないとはっきりと言いたいんです。そして3号機も決してウラン燃料を入れさせず動かしません。これを皆さんと共にやり遂げ安心して暮らせる島根を作りたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、毎日の暮らしいかがでしょうか。私、中山間地に昨日行ってまいりました。そこで皆さん言われたのは、まあ、主に農業で暮らしていらっしゃいます。もうね、ストレートに暮らしが厳しい、そういうことなんです。高齢になってね、お米の値段も下がりに下がっております。その上年金がやっぱり6、7万円っていう方も多いんです。それなのに引かれるものが多い。国民健康保険料が引かれて、介護保険料が引かれて、それから消費税が 10% になるという、もうこれは暮らしていけませんとおっしゃいます。もうストレートに厳しい。ですので暮らしを応援するために国民健康保険料と介護保険料はぐっと値下げをしたいと思います。その上で安倍首相にもはっきりとものが言いたいです。消費税 10% はダメです。もう島根県民は耐えられません。県民を苦しめる施策ははっきりと政府にもものを言う、そして県民が求めることをとことんやっていく、こういう県政に変えていきたいと思います。皆さんのご支援よろしくお願いいたします。また大田市も言ったんです。去年の地震でお家が壊れました。でも今皆さんだいぶ頑張って直しておられます。何が助かったか、それは地元の土建業者、建設業者がいることだって言われました。まあ時間が完全に修復するには時間がかかったのだけれども、地震のあとすぐ来てくれて、大丈夫ですかと、ここをこうしましょうということをすぐ言ってくれたと、それだけでよし直して頑張ろうという気持ちが起きたと言われました。やっぱり地元の中小企業の力はここで住み続けるためには本当に大事なものなんです。つくづく私もお話を聞いて思いました。今まで島根県政は企業誘致、企業誘致ということでやってきましたけれども、パートの募集はあっても正社員は県外から来ます。県内で儲けたお金は県外に出ていきます。こんなことではなくて、中小企業の皆さん、地元のスーパーの皆さんにもっと援助をして、県民自身が豊かになる、そういう経済に変えていこうじゃありませんか。皆さんのご支援よろしくお願いいたします。あと子育ても応援していきたいと思います。私も3人の子供を育ててきました。今この4月からみんな入りたい子が保育所に入れただろうか、児童クラブに入れただろうかということが本当に気がかりなんです。もう入れなかったらまずお母さん仕事に復帰できません。家計が苦しくなります。子供もなかなか折り場がないんです。このことだけは十分な施策をして、いつでもどんな子供でも受け入れられるようにゆったりとしたものを作っていかなければならないと思います。そして子どもの医療費は中学校卒業まで県が助成をして無料にしたいと思います。子どもは日本の宝、島根県の宝なんです。自己責任で育てろっていうもんじゃないんです。
ですので、その精神で子育てにはお金もかからない、本当にどんな境遇の子どもでも大人になる、こういう島根を作りたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いいたします。私は岡山市生まれなんです。実家が兼業農家なんです。父と母は小学校の教員をしながら農業をやってきました。私がちっちゃい時はなかなかいい時代でして、5時になったら父親は学校から帰ってきて、それでトラクターに乗って田んぼを耕すと、こういうことができたんです。私も実家のお米で育ちました。本当に食料自給率を上げるためにも農家は応援していきたいと思います。そして島根大学に入学いたしまして、現在の夫と知り合いました。そして卒業して1年で結婚いたしましたので、もう39年間松江市で暮らしています。そして3人の子供を育てましたが、子供たちにいつでも帰っておいでと、こういうふうに言いたいんです。そのためには島根原発のことを考えないわけにはいかないじゃないですか。この選挙、原発のことであと3人の候補者と議論したいんです。本当にどうお考えなのかちゃんと話していただきたいと思います。皆さん、右も左もありません。島根を愛する人、みんなで原発ゼロへ、これを合言葉に全県を走り回っていきたいと思います。どうか皆さんの力で何としても勝利させてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆さん、またお待たせいたしました。連日国会で国民の幸せのために安倍政権と厳しく対決してくださっている日本共産党から、本日は山崎康子候補応援のために田村智子副委員長、参議院議員がわざわざ駆けつけてくださいました。それでは田村さん、よろしくお願いをいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党参議院議員党副委員長の田村智子です。私、旧姓は山崎智子と言いました。他人と思えません。山崎康子さん、私山座だったんですけど、山崎康子さん、本当に原発をねなくしてほしい、その運動を女性の皆さんたちと、また市民の皆さんたちと一緒に取り組んできた方です。一人ぼっちの子育てをなくしていこう、子育ての不安に応えるような地域の運動、子どもの医療費の無料化を求めて請願書名集めて、それを県議会に届ける、こういう皆さんの要求願いを皆さんと一緒に頑張って頑張って運動を積み重ねてきたのが山崎康子さんですよね。まさに県民市民の代表として県知事になったら、もう島根県中の子どもたちのお母さんのようなものです。その命と暮らしを守ることに全力で頑張れる。だから私たち日本共産党も自信を持って推薦をしております。立場の違いを超えて多くの市民の皆さんと一緒に山崎康子さんを押し上げるため全力で頑張ります。そして続く県議会議員の選挙では、原発ゼロを掲げ県議会でとことん論戦をやってまいりました。日本共産党小村俊成さん、この地域からぜひとも引き続き県議会へと送り出していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず私訴えたいのは、今の安倍政権のやり方がどうもおかしいんじゃないのか、あるいはなんだか怖い、そう思っている皆さんにぜひとも今度の県知事選挙でその思いを山崎康子さんへと寄せていただきたいんです。もうね、政策以前の問題なんですよ。沖縄の県民投票、普天間基地を辺野古に移すんだという、辺野古のきれいなあの珊瑚礁の海を埋め立てるという、これは県民投票で圧倒的に反対、ダメだという結果が示されましたよね。
安倍総理はこの県民投票の結果を真摯に受け止める何とも言います。しかし埋め立てはただの一日も止まっていません。先日参議院予算委員会で我が党の小池晃書記局長が質問に立ちまして、真摯に受け止めるという県民投票の結果とは何ですかっていう質問を安倍総理にしたんです。簡単な質問ですよね。ところが安倍総理は県民投票について論評する立場にはない、こう言って答弁を逃げ続けました。とうとう小池さんがその結果というのは辺野古新基地建設反対が沖縄県民の民意だ、これが結果ですねと聞きましたら、安倍総理は小池議員の言うのが結果ですという答弁なんですよ。もうね、自分が嫌だと思うことは見たくない、聞きたくない、自分と違う考え方は口に出したくない。私このやり取りを見ていて、なんて肝っ玉の小さい人が総理をやっているのかと、こう覚えてならなかったんです。これ沖縄だけの問題ではありませんね。今お話のあった原発、日本全国国民の世論の多数は原発を動かしてほしくないということです。島根の皆さんの多数の世論は島根原発は動かさないでくれ、そういうことなんじゃないでしょうか。しかし安倍政権はいやいや原発はベースロード電源だ、貴重な電力発電なんだと、動かすだけではなくて新たに作ることさえ否定していません。原発はひとたび事故を起こせば大変な被害が広がり、そしてその被害に対する賠償を一企業ではできないということが明らかになりましたよね。さらには原子炉は30年で寿命のはずなんです。ところが廃炉にするための費用は電力会社では賄えないということも明らかになりました。これら全部私たち国民の負担にするんですよ。これはもう原発がビジネスとしては成り立たないということを示しているのではないでしょうか。アメリカ軍基地の問題も原発の問題も地元の県民の意見など関係ない、こんな政治でいいんでしょうか。私何よりこの政治を子どもたちにどう説明できるんだろうか思えてならないんですね。こういうやり方だけじゃないですよ。公文書は安倍総理に不都合なところは改ざんされるんです。答弁もその改ざん文書に基づいて嘘の答弁がやられるんです。国会に提出される資料も統計も政権に都合のいい数字が出てくるんですよ。こんな政治をどう説明できるか、説明するとしたら私はただ一つです。あんな大人になってはいけないよ、そういうしかないじゃありませんか。民主主義が壊されていることに黙っているわけにはいきません。安倍政権に物言う県知事をこの島根県で誕生させようではありませんか。山崎靖子さんへの一票、安倍政権に最も突き刺さる一票です。どうぞ広げに広げてください。そして県議選、小村俊成県議、安倍政権の政治に県議会の場で論戦追及を行ってまいりました。大きなご支援を重ねてお願いをいたします。皆さん、今度のこの選挙、消費税 10% をやめさせる選挙にしてまいりましょう。今消費が落ち込んでいるんですよ。消費が落ち込んでいるときに
よりによって消費税を増税したら、これもう日本の経済がダメになる。これ私たち日本共産党が言ってるだけじゃないんです。あのイトーヨーカドーやセブンイレブンの会社の社長さんですね、会長さんもう消費税増税今やっちゃダメだ言ってる。たくさんの経済学者の皆さんも同じです。消費税増税しても大丈夫だ言ってるのは安倍総理と自民党と公明党の皆さんぐらいなんじゃないでしょうか。なんで大丈夫か、賃金が上がってるからだ。それは統計のごまかしだったことがもはや明らかになりました。このこと追及されると安倍総理は、いやいや働いている人の賃金を全部足すと賃上げになってるって言うんですね。ですから志位和夫委員長が予算委員会で追及しましたよ。働いている人が増えている、だから全体を足し上げれば賃上げだという。でもどこで増えているかと思えば、なんと一番増えているのは年金生活者の皆さんで、年金だけでは食べていかれなくて働いてるんじゃないですか。本当は拍手するとこじゃないですよね。そうね、悔しいってとこなんですけど。そして次に増えてるのは学生高校生なんですよ。それは授業料が高い、仕送りが減ってる、学業を脇に置いてでも働かざるを得ない学生さんが増えている。これどちらも生活の苦しさを示しているのではないでしょうか。こういう状況で消費税上げる、いや大丈夫だ、景気対策やるからだ。その景気対策はといえばポイント還元なんですから、もうどうしようもないですね。あのポイント還元、クレジットカードでお買い物すれば還元だって言うから私散々演説してきました。子供がカード持てるか、80歳でカード申し込んだら審査で落とされた人がいるぞ。そしたら安倍総理は突然、チャージ、入金して使うプリペイドカードもポイント還元の対象にしますって言い出したんですが、これチャージして使うカードはお買い物の額はたかが知れてます。私もせいぜい数百円、1000円超えるのをカードで買おうとするとピー残金が足りませんってすぐになりますよ。帰ってくるポイントなんてたかが知れてる。どういう皆さんにどんどんポイントが還元されるのか。私真っ先に頭に浮かぶのは麻生さんのにやけた顔ですね。次に浮かぶのは安倍総理の顔。あの小銭で重たくなったお財布なんか持ったことない。高いお店でクレジットカードでお支払いするのが当たり前、こういう皆さんにどんどん還元される、その財源が所得の低い人ほど負担の重い消費税だというんですから、これほど庶民をバカにした政策はありません。こんなことはやらせてはダメなんです。なんとしても10月 10% の増税やめさせていこうではありませんか。でも中にはね、社会保障のこと考えて国の借金のこと考えて仕方がないかなって諦めてる方もいらっしゃるかもしれない。諦めることありません。そもそもこの消費税どうして生まれたのか。1980年代に今の日本経団連につながる財界の皆さんが、これからは社会保障の負担を企業に求めるな、国民に広く負担してもらうために新しい税金が必要だ、こう言って最初にやろうとしたのが売上税。しかし統一地方選挙で自民党が議席を大きく減らして、この売上税は断念させることができたんです。その後消費税生まれちゃったけれどね、10% これもっと早くやるつもりだったんです。しかし世論が怖くてできなかったんです。皆さん、これまでの30年間消費税という新たな税収は確かに372兆円もあります。ところがこの消費税作ったら大企業向けに法人税の税率は下げ、
毎年のように大企業向け新たな減税のメニューが次から次へと作られていって、法人税の税収が約300兆円も減ってしまった。消費税はただただその穴埋めになったに過ぎないじゃありませんか。大金持ちの皆さんの所得税、最高税率も下げられてしまいました。今大企業も大金持ち、大株主の皆さんもその資産をもう膨らませすぎてますね。ここにまともな税金納めてもらうようにすれば、消費税増税をはるかに超える税収作ることができるんですよ。私たち日本共産党、このことを提案し続けてきました。税金の使い方もトランプ大統領に言われて、武器の爆買いなんかやってる場合じゃありません。自衛隊の幹部だった人からも、これはまともな防衛政策じゃない、ローンで高い武器のお買い物、これやめさせなければならないと思います。日本全国見てみれば、ゼネコンばかりが喜ぶような大型開発もまだまだ目白押しなんです。こういうとこ全部メス入れていけば、私たち日本共産党の試算では、大金持ち大企業に税金払ってもらう、税金の使い方改める、これで十数兆円の財源を生み出すことはできるんです。年金の底上げできるんじゃないですか。医療や介護の負担減らすことできるんじゃないでしょうか。高すぎる大学や専門学校の学費、今の半分にしていくことできるんじゃないでしょうか。このこと皆さん一緒に実現してまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん今景気対策だって安倍政権言うんです。でもそれの中身見てみたら、もはや観光客とりわけ外国人の懐頼みみたいな政策のもう目白押しですね。東京オリンピックの次は大阪万博でカジノまで作って観光客呼び込むという、とんでもないですね。そしてまた島根の基幹産業である農業もこれからは輸出で稼げって言うんですよ。自給率4割を切るような国が輸出で農業がこれで食っていかれるのか、そんなことあるわけないじゃありませんか。やらなきゃいけないのは庶民の懐を温めることです。地場産業で頑張っている農家の皆さん、中小企業の皆さんを直接応援することではないでしょうか。そのためにできることはたくさんあります。その一つ、私たち今この選挙でも大きく打ち出しているのが国民健康保険料の大幅な引き下げなんですね。この松江市でも4人家族で年収400万円のご家庭だと年43万円を超える国民健康保険料なんですよ。年収の1割超えるんですよ。これをね、もっと値上げしろっていうのが今の安倍政権、自民党、公明党です。皆さん、これ高すぎるから払えない、ところが払えなければすぐ保険証を取り上げる、そして払えなければ容赦のない差し押さえですよ。国民健康保険ってどういう方が入ってるか、定年退職された方です。病気や障害があって働けない方です。あるいは非正規で働いて年収の少ない方です。自営業の方、フリーランスの方、収入が安定しないような方々がこういう国民健康保険に入っている。でなんでこんなに保険料高いのか、ね、家族の人数が増えれば増えるほど、子供が一人生まれたらおめでとうございます、保険料値上げです。これが少子化が国難だという国のやることなんでしょうか。今私たち日本共産党はこういうね、人数が増えたら上げる、この分をやめなさい。全国知事会だって1兆円税金使って
国民健康保険料の大幅な引き下げが必要だと言ってる。それ実現しようじゃないかと今私たち呼びかけているんです。そうすれば今の保険料半分ぐらいにできるんですよ。これが皆さん消費に回すお金を増やす確かな道ではないでしょうか。こういう立場で税金の使い方はまず暮らし最優先に求め続けているのが山崎靖子さんです。県議会で論戦しているのが日本共産党の小村俊成さんです。本当に皆さんの大きなご支援を心からお願いいたします。何としても暮らし最優先の島根の政治実現していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。最後に皆さん、山崎靖子さんだけど共産党だけが政党では応援してるんでしょ、これで一票入れるかな、どうしようかなためらう方もいらっしゃるかもしれません。今私たち日本共産党は一致する要求で立場の違いを超えて多くの市民の皆さんと力を合わせて政治を動かしていく、このことを何よりも何よりも大切にしています。その出発点はあの福島の原発事故です。原発はいらない、原発動かさないでくれ、この立場で一致できる市民の皆さんと本当に立場の違い超えて一緒に運動を進めてまいりました。そして安倍政権が暴走に暴走を重ね、憲法を踏みにじって自衛隊を海外で戦争ができる軍隊にしようとしている、この流れの中で市民の皆さんから野党がもっと力を合わせてくれ、こういう訴えも受けて選挙でも野党が協力して戦おうじゃないか、こうやって呼びかけるまでに私たち脱皮をしているところなんですね。こういう日本共産党ですから、その日本共産党が山崎靖子さんと力を合わせているんですから、皆さん要求の一致点でまさに市民が主人公で政治を動かしていこうじゃありませんか。残念ながら今島根県では野党の共闘がまだね本当にうまく作られたっていう状況になってない。残念ながら他の野党の方が自民党と同じようなあの候補者をね応援するようなことになってしまっています。でも私たち諦めていません。この選挙で山崎靖子さんを本当に大きく押し上げていただく、そして県議会の選挙でも日本共産党に大きなご支援いただく、そのことが市民と野党の共闘を必ず前に進めていって安倍政権の政治を終わらせる大きな力をこの島根県で生む力になるに違いない、こう思っております。どうぞ皆さん大きく選挙動かしていく、政治を動かしていく、そのために山崎靖子さん最後の最後まで一票を広げに広げに広げ抜いていただきますこと心から重ねてお願いをいたしまして、この場所からの応援の訴えといたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日は大変お忙しい中を国会から駆けつけて応援していただきました田村智子さん、本当にありがとうございました。皆さん、この間市民と野党の共闘、これを願って市民の立場から一貫して奮闘してきたのが山崎靖子知事候補です。そして議員の立場としてこれを大いに前に進めてくださったのが小村俊成県会議員です。私たちは原発ゼロ、そして希望の持てる県政実現のためにこの2人の当選を何としても勝ち取らなければなりません。今日お集まりの皆さん、もっともっとその声を広げてください、支持を広げてください。そのことを最後にお願いしまして、この場所をお借りしての街頭演説会を終わらせていただきます。お買い物途中ご近所の皆さんもご清聴ご協力をいただきましてありがとうございました。歌いながらハイタッチみたいな。
Thank you.